なんと、まあ、とりあえず様子見ようか、もう5時までやっとるから、うん、まあ、ゆで太郎出来上がっとる。普通のなら食べれると思うけど、普通のもういいか。あ、ここもつじろう。あ、そうだ、忘れたね。いや、あと、あの基本的にあそこは普通のやつ売ってるけど、普通のやつじゃダメらしいから、うん、から基本的に特製ラーメン、うん、あ、ここや、うん、うわうわー、うっそえうわー、なんだこれ、気のせいかな、今なんかすっげー人だかりが見えたけど、いました、間違いなく今夜中の1時だぜ、ねえ、マジか、あ、甘く見てたわ、甘く見とったわ、え、マジか、そんなすごい、マジで、え、ちょっと折り返して、はい、ちらっと様子見てみようか、はい、車止められるかな、あれは、いや気のせいだよね、いや、気のせいだよ、私さんと見ちゃいました、違うっていく、だって言うだけないし、ざっと20人ぐらいいました、20人は来たよね、いた、よし、雨降ってんだよ、ね、雨降ってて夜中の1時なんだよ、ね、で東京とかじゃなくて岡崎だよ、はい、うん、岡崎だと、まあ、四日市よりは人口が多いけど、うん、うん、一宮と同じぐらいやもんな、確か、ここは確かセントルぐらいやってる、ここはここにある、ラーメン多いんやけどね、ここの通り、うん、ここ U ターン OK だったよね、確か、うん、ここから大丈夫やな、あ、ダラン、ダラン。でも本当ラーメン屋さん多いんやけどな、ここ。うん、ここの時間ちょっと閉まってるけど。うん、ここだね。どころじゃなかったね、もう動画撮っちゃった、いや、でも似た、まあ、我々にはまだ時間がある、そしてまだお腹空いてないんだよね、そうですね、まだお腹空いてない、こんな状態で食べちゃよくないよね、はい、うん、ちょっと間にしようか、そうです、え、何時ぐらいになったら空いてくるのこれ、いや、読めんぞ、夜中の1時であれは読めんぞ、ねえ、俺夜中の1時であんな並んでんのって10月1日のさ天下一品ぐらいでしか見たことねえもん半額の半額の、うん、ちょっと日が丘の方の店も見に行ってみようか、うん、試しに怖いもの見出され、あ、でも今回食べたいのは目的が伊田店の方にしか売ってないからね、その メガ盛りは伊田の方でしか売ってないらしいから、雨降ってきたし、すげえな、舐めてた舐めてたね、やっぱ20人ぐらいはねいるね、よく見たらその列を折り返しとるもんな、折り返してた、うん、マジか、えげつないね、えぐい、こんな感じえぐいな、まあでも回転はねいいでしょうからそこまでは待たんなんだろうけど、本店東岡崎がどっちが本店なんだね、あれどっちだっけな、日が丘の方かな、
ラスも増えたよね。あ、増えたね。この手のお店に。すごいよな。あ、あのね、平岡営業時間外ですって。0時まで。あ、あっちは0時までか。うん、ごめんごめん。なんか Google のあれに言うと。まあ Google の性格やからな。これあの、まあね、あの駅前だからそれは電車までか。一般道のナビ以外は Google さん全幅の信頼を置いとるから、うん、一般道のナビだけは絶対に信頼を置いてないけど。あとこちら割とあの怖いもの見たさ、うん、言ってしまうわ。あのうちの動画でも一回あったけど、本当とんでもない道に連れて帰ったことあるからね。結構ある、うん、でもたまにその、うんうん、素晴らしい こんな経路あったんかっていう道も示してくれるからあれなんだけどね。岡崎のドンキ行ったことないもんな。ちょっとドンキの時間ですか。俺もちょっと一回車降りたいもん、うん、そういえばもうこんな動画どうでもいい、動画関係ない話だけど、うん、金末が浜松にできるんでね。へえ。まあ三重地方、三河が東三河やったけど、東三河で、うん、浜松に行くんや。はい、あのなんかこれ秋オープンってね。おや浜松、あのでもフェルナじゃないんや。そうそうそう、金瀬の公式ツイッターがリツイートするこのあ、じゃあ間違いないな、うん、金瀬の公式ツイッター誰が運営しとんやろな。ねえ、本当になんか SNS 上手くなったね。あんな、うん、こんなさ、あの、うん、ね、うちらの時代はもう、うん、ね、うちらがこんな発信せんでも、うん、ファンの人がね、うん、ファンサイトでも作ってくれればいいよねって、うん、そういうお店作りしたいねとか言ってたのにさ、でもガッツリ、うん、かあの使っとるもんね、うん、ってことはトヨタからね、運ぶんだよね。そうだよね。まあトヨタからやったら、まあ、発送圏内ではあるけど、うん、まあでも 今でも水並みまで運んどるしね、うん、養老とか、あ、うん、一番遠いとこは水並みかな、時かな、うん。あ、しまった、曲がらなかったってな。ああ、あれ、そう D4 パー沿いだから、このままでいいもんね。ドンキはこの道沿いよ。あ、そっか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 。潰れたけど、うん、そこに入るんじゃないんじゃ。ではない。あ、今作ってる喫茶店だったかな、跡地かな、焼肉屋か飲食店の跡地に今工事してて、昔でいうロッテリアの向かいあたり。ああ、そうだ、吉野家のね近くだから。そう、ああ、あの辺りだ。またバチバチやん。ねえ、ただでさえやっと1店舗減ったのに。招き猫にジャパレンに、うん、まだあった。招きジャパレンに、あそこ埋めてる、うん、パスタ。パスタ？パスタっていうところがやってるのがある。あ、そう、あのネカフェのあれ詰めたよ。コミックバスターも詰めた。コミックバスター詰めたわ、はい。で、あとはマンダイやったっけ。バンダイ、バンダイ、はい、パンダの、うん、そうそうそう、あ、ここまで
そう考えてみると、本当か先に見られる。これでいいのか。これは余計分からんな。そうだね。ちょっとこうね、小高い山、ちょっと上り坂になる。ここにできたあの、ね、高島屋のデパ地下の部分を行ってね。おー、あれ行ってみたいよね。まあ、うちらの場合、ここまで来るんやったら高島屋のデパ地下に行けよって話やけどな。まあでも、今イオンにあるから面白いね。あれ、そろそろやんな。そうだよ、もう